ということで、次ましの商品に行きたいと思います。続きましての商品が、はい、次が、ダーティーハリウッド。来た、ダーティーハリウッド。次はメンズ T シャツで。はい。はい、よっしゃ、俺が行く。行くのかい。行くのかい。ダーティーハリウッドといえば、翔平だから。そう。そうなの、うん。やだ、ヌードになんないで。ヌードで照れるんですか。紫さんが照れる意味。いや、私、男性はそういうのあんま見ないから。そうなの、よく見ます。ま、まあ、見ないです。はい、あんまり見ないですね。はい、ということですね。はい。こちらもまずですね、ダーティーハリウッドの紹介させていただきます。カリフォルニア、ロサンゼルス、ハリウッド生まれのブランドです。ハリウッドのカルチャーをベースにしたウィットに富んだ、アイテムをプロデュース、ジョークを交えた面白いメッセージをデザインした T シャツで人気が出ているブランドでございます。マイリーサイラス、リンジー・ローハン、ハリス・ヒルトン、デビッド・ベッカム、ジャスティン・ティンバーレイク、国内でもアーティストのビーズの稲葉さんなど多数著名人に着用され注目を集めています。アメリカの有名セレクトショップで多数取り扱われ、あの人気を博している注目ブランドになりますね。 Hey you, you are next。 おいお前、次はお前だっていう、こういうメッセージですね。っていうメッセージ性の強い T シャツでございます。首何言わされてんだろうと思いながら言もうびっくりしたよ。喧嘩売ってることだった。喧嘩売ってないです。ね、日頃の行い的にね。いや、勘弁してください、本当に。どうですか、それこそ。これね、本当俺好きなんですよ。ダーティーハリウッド、本当に好きで、はいはい、よくファッションショーとかでもほとんど俺ダーティーハリウッドですね。ここのファッションショーではダーティーハリウッド着るんだけど、はいはい、何がいいかっていうと、やっぱね、長持ちする。長持ちするっていうのと、T シャツがゴワゴワしてないから結構薄いんですよ。薄いしストレッチが結構効いてるから薄い分体のラインが綺麗に見えたりとか、その洋服に合わせやすい。今ジャケットとかも結構デニムとかもでかいのが流行ってるんだけど、これが意外にピタッとしてる分、はい、でかいジャケットを着るとその分映えるし、はいはいはい、そういう部分がこれいい人、これいいですね。なんか小学生みたいなね。見て、これ見て。なんかクリキントンって感じ。どんぐりな。これでキャップアウト。そう、合いますね。これ合うと思います。なんかかっこいい。あって。そうそうそう。このね、このブランドって、実際の、この間、クミちゃんが着てた白いさ、はい、ダーティーハリウッドの T シャツで、これ意外と女性が着ても全然おかしくはないと思うけど、このメッセージ性が強かったりするから、逆にこれを結構なんだ、着こなすんだったら、やっぱメンズの方がいい部分もあるのかなと思う。そのメッセージ性だったりとかって結構でかいと思うんだよね。だからそれも今日クミちゃんが読んで、噛まずに読んでくれた、喧嘩してます。メッセージの強いっていうのはそこだと思うんだよね。毎回なんか彼書いてある。そう、書いてある。これごめんなさい、本当自分が聞くことじゃないですけど、いくらぐらいですか。これいくらだっけ。6480円。これはね、ちょっと欲しい、これ欲しい。ありがとう。じゃあ、誰か使えばいいと思います。いや、大丈夫、知ってるよ、それぐらい。でもね、メッセージでね、あ、これ面白いなっていうのもいっぱいダーティーハイで出てるんで。例えばどんなのがあったりするんですか。ね、そのパリス・ヒルトンはね、着てるのは、ボーイフレンズなんだっけな。これパリス・ヒルトンなんだっけ。結構面白いメッセージだったよね。あれ、うちの店長に。店長、はい、パリス・ヒルトンさんが着てる洋服って、なんだっけ、結構いろいろ見てると、はいはい、面白いメッセージがいっぱいあるんだよね。どんなのあったっけ。いろいろありますよ。例えば、パック・ザ・ポリス。どういうこと、パック・ザ・ポリス。ちょっと待って、今ね、店長のね、人間性が見えた。そこチョイスする。そう、なんか警察を、警察嫌いみたいな。警察はダメだね。その絵にアヒルが描いてある。うん。あれ。あ、本当だ。これ何。それファットダックを描いてる。ダックザポリス。ああ。そういうのばっかり知ってるから、ね。なんかじゃあそういうのにも注目して、それこそT シャツ見てても面白いよね。うん、そう。だからさ、イチロー選手が T シャツが毎回面白いの知ってる？この間あったのは、カメハメハ打てますって書いてある。それに近い。それに近いアメリカのブランドがやってる。ブラッドビットの双子ですね。ブラッドビットの双子ですね。誕生日一緒。誕生日一緒。それじゃあ着るべきじゃない。これ着るしかないよ。はい、ということでね、ぜひ皆さん楽しんで見てみてください。はい、そして続きましての商品に行きたいと思います。続きま
ましたでしょう、品が。次が、ヌービージーンズのデニムジャケット。はい、あ、これ翔平好きなやつだ。はい、俺はこれ大事にしてるやつです。大事にしてるやつ。いや、俺これね、買うって決めてるの、ギャラ入ったら。あ、そうなんですか。じゃあ、ギャラ入ったら一生買わないってこと。だって仕方ないじゃん、社長飛んで金出んだ。やめなさい。もうやめてもらえる。はい、ということでね、スウェーデン発の人気ブランド、デニムパンツが有名なブランドでございます。ヌーディージーンズは上質なパンツの作りが有名ですが、トップスデザインやシルエットもおすすめ、はい、おすすめでございます。デニムジャケットのバックスタイルにはデニムでおなじみのスティッチングも施されています。こだわりの色落ちでヴィンテージ感もたっぷりのジャケットでございます。はい、はい、ヌーディージーンズです ね、 ね、スウェーデン発の、デニムブランドで、はいはいはい、ヌーディージーンズなんですけど、やっぱ世界的にすごいいっぱい違って、はい、何カ国ぐらいあるんですか。何カ国な、結構100カ国とか絶対あるよね。全部で190ぐらいしかないですよね。いや、もっとある、もっとある、もっとある。国全世界で。そっか。全然300。バカバレる。うん、いっぱいある。日本は一つだよ。知ってるよ。はい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 。でも100カ国以上ある。おお。実際このヌーディージーンズ、俺本当にね、大出来さんとこの間ちょうど話したんですよね。俺ヌーディージーンズのデニムのこの柄がすごい好きで、これちょっと待って、ボタンがね、掛け違い取れてないんだけど、これヌーディージーンズの一番の面白いところが、この刺繍が、じゃよーく見て、よーく N になる。はいはいはい。そう、このなんかちょびっとしたこういう、ここですね、このこれが N に見えるっていう、ヌーディーの N なんで、そう、ヌーディーの N になってるところが、俺そういうところがなんかいいなと思って、これですね、この天の川みたいなんで、これがすごい好きで、このなんか隠れおしゃれみたいな。はいはい、逆に大田さんどこが好きでしたっけ。俺はやっぱりロビンが、ロビン、うん、ロビンが好きだね。ロビンいいですよね。ロビンもいいんですよ。で、今今日俺が履いてきてるこれ、ジャージじゃないの、ちょっとジャージ風のそのスキニーパンツなんだけど、はいはいはい、今年こういうパンツがすごく流行るんですね、うん、これにこの色のちょっと暗めの色とこのデニムとかでも全然合うっていう、うん、今年はこれが結構主流で、でかいシルエットの洋服とかが流行るから、すごくこれはちょっと今日のファッションをちょっと注目して見てもらえればと思います。これスキニーパンツ、こういう、ジャージっぽいのとかコットンっぽいのとかもすごい多いから、うん、私も持ってます、うん、あ、そうなんだ、そう、最近ブルクルが合うと思います。このデニムは、デニムとこういうジャージは意外に合いますね、うん、今からの季節はすごくいいと思います。男性的に見てどうですか。いや、かっこいいと思いますよ。僕、このデニム生地って最近流行りで、ロング丈の T シャツとかにもすごく合うから、すごく欲しいなと思ってるところなんですよ、ちょうど。結構ね、デニムってあれなんですよ、ピンキリだから、いいものを求めれば求めるだけ、やっぱ高くなるんでね、ヴィンテージだから。いくらなんですか。このデニムジャケット、2万3000円くらい。2万3000円ですね。なんか結構リーズナブルな感じではあるんですけど、これ紫さんが欲しかったら全然5万くらいで。いや、2着買おうとしてるでしょ、重要に。あ、おそろいやった。嫌い嫌い。はい、嫌